はいこんにちは、えー。相手のセンターはフレアです。マナソでミニオンを呼びなおかつ防御力を上げてきます。フレアで手こずっている間に、えー、多種多様な攻撃方法でこちらを沈めてくる作戦です。えー、フレアを倒してしまうと相手はこうアタッカーの多いチームになるので、えー 防御を固めたら倒せると思うのですが、えー、フレアに捕まるともうグダグダに倒されてしまいそうです、えー、こちらはフレアを倒すために黄色多めの、えー、フレアを倒した後は防御を固めて戦おうという作戦でこんなチーム構成ですはい行きます、えー、フレアにスキルを発動されるとね もうグダグダにされてしまうので、なんとか早いうちにフレアをパズルで倒したいんですけれども、発動されてしまった。えー、っと、では気を取り直して。これでフレア倒せると、倒せましたね。 はい、では、えー、盤面にあこれで緑が発動できるかなお相手のアタッカーが強いことは分かってたんですけどやっぱり食らうと改めて相手のアタッカーのエグさを感じますね。 はい、ではこちらは、えー、防御を固めながら、えー、ゆっくり戦っていきます、はいえー、あとはじっくり戦っていけば勝てるはず、はいえー、焦らずゆっくり着実に、えー、倒していきましょう、えー、まずはレオニダスを狙っています、えー、レオニダスを狙うことにしたのはパズル的にです スキル的にではなく、えー、盤面と相談してまずはレオニダスを狙うことにしていますはい、えー、こちらは、えー、防御が硬いチームなので、えー、焦らずゆっくり着実に倒していきます はいえー、フェンディルはあの回復を持っているので後回しにしようと思っています、えー、回復を持っているから後回しです、えー、今はえー、リアーナをスキルで倒そうと思っています、えー、アズラルは全体攻撃なので 一撃としてはその分薄くなるのでアズラルまとまわしにしてまずはディアーナを狙ってますえー、っとどうしましょうね、はい、そろそろディアーナにも型がつくかなこういう時のギネビアのマナ削りも 地味にいいですよね、えー、ディアーナはあと20ポイントでも当てましょう、えー、ちょっとスキルの使い方下手かもしれないですけど着実を選びましたはいでは えー、フェンディルとどっちを先に狙うかですけども盤面を考えると当然フェンディルなんですけどここは先に、えー、アズラルをスキルで倒そうと思っています、えー、こちらはジューンがいるので、えー、アズラルを先に狙うことにしますこの 単体攻撃のできる順が残っているので、えー、スキルで先にアズラルを倒そうとしていますはいこれでアズラルいけるかなはい、えー、あとは えー、もうレイジ人さんのマナ削りが残っているので無駄玉だってどんどん当てていけますはいもうここからはいつものレイジ人ゲームって呼ばれるパターンですねはいえー、手こずりましたが作戦通り勝てることができたと思いますはいありがとうございました